もしもし。西橋くん。あ、はい。私、スマイルフィールドの西橋と申しますが。助けて。え？もう、あの人についていけない。あの人と申しますと。限界なの。私にはもう無理。でも、あの人を助けてあげてほしい。え？ちーちゃん？なんだよそれ。いや。ずんどう鍋に入っちゃった。悪いことをするやつは必ず罰を受けるって言ったでしょ。何見てんだよ。何してんの。人助けだよ。こちらの皆さん、大笑い体操のメンバーということなんです。どなたですか。気づいたと思ったけど、気づいてなかったみたい。恋するあなたにもおすすめですよ。そうです。笑いが一番です。あっはっさあ、あなたもご一緒に。え、私もですか。気づいてしまったんだ。それで、寸胴鍋に入ったの？うん。